今回のテーマは節ガス。これから寒くなってくると増えるガスの使用量、今年は家計を考えて少しでも安く抑えたい。さらに先月、国は節ガス対策についての案を発表。ウクライナ情勢の影響などで世界的に不足する液化天然ガス、都市ガスの原料が確保できなくなれば家庭にも節ガス要請が。ということで始まりました、リセット。ちょっと皆さん、はい、見てください、完成しましたよ。かっこいい、おしゃれ、かっこいい、めちゃくちゃいい。みんなが一生懸命考えてくれたデザインだよ。私この後ろのポケットめっちゃ気に入ってるんですよ。あ、かわいいやん後ろ。うわ、かわいい、すごくいいわ。はい、新しいリセットで今日からやっていこうと思います。いや、いいね、最後の。いや、いい、かわいいね、はい、かわいい、かわいい。で、今日のテーマですよ、はい、今日のテーマが節ガス。そうなんです、節ガス。なんかあの節電はよく聞くけど、うん、節ガスってそんなに聞かんかもしらんね。聞いたことない。聞いたことない、みんなも聞いたことない。私たちのね、こう家計にも密接に関わってきますから、ガス代というのは。確かに。そうなんです、まあ、なのでエネルギーを大事にするという点でも、はい、ちょっとでも少しでもお得に活用したいということで、はい、確かに今日は簡単なお得技をプロに教えてもらいます。いいじゃないですか。豊かな瀬戸内海を未来につなげるという思いを込めて、サザエさん OHK 瀬戸内環境キャンペーン、リセット。岡山ガスの秋さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回 OHK のアプリで節ガスに関してアンケートを取って回答してもらいました。節ガスしていますかという問いに対してはいという方が 48.2%、 いいえが 51.8%。 これどうですか、これ見てこんなもんかなという感じですか、イメージとして。そうですね、あ、でも思ったよりもたくさんされてるんだなと。あ、なるほど、はい、電子レンジを活用してガスの調理時間を短縮、シャワーをこまめに止めるなど、およそ半分の人が節ガスを実践していると回答。さらに、これから節ガスに挑戦したいという質問にはおよそ6割がはいと答えた。逆にこういいえの人はもうやる意味がないと思ってるってことですよね、多分。そうですね、だからでもそれは多分そんなことないですよね。ないです、ないです、ね、はい。では本題に入る前に、ガス料金がどうやって計算されているのか教えてもらおう。とガス料金というのが、この単位料金というものにその月のガスのご使用量をかけたものに基本料金を足したものがガス料金になります。はい、はい、でこちらの単位料金という料金は原料価格によって変動するので、見直されている価格になりますので毎月変わるものにはなります。それはもう毎月そこに書いてくれてるんですか。書いてます、お知らせ表に書いてあります。学校で教えてくれるわけでもないやんか、はい、もう気づいた時には生活始めたらこれがポストに入ってるから。そうなんです。確かに。でも合計額を見ては、ね、そうそう、落ち込んだり、そう、あ、使いすぎたってそう、ね、使用量を減らせばエネルギーを無駄にせず家計の負担も楽に。そこで今日はですね、また皆さんに節ガスクイズを用意してます。出たよクイズ好き好き。カジチームと藤本チームに分かれて節ガスクイズ対決に挑戦。まずは問題です。節ガスなのは底が平らな鍋、丸い鍋、どちらでしょうか。底が平らな鍋と丸い鍋、節ガスなのは一体どっち。火が当たる面積もそうやけど、多分この熱の伝わり方でどうのこうのとかもあると思うよな。あ、うん、なんか丸い方がいいんだよ。丸い方だったら当たる面積がちっちゃいから、その火をあんまり使わなくて済む。なんかこっちの方が当たる面積が少ないからこそ、ずっと火を通しとかなきゃいけなくて難しいな。家事チームは丸い鍋、
藤本チームは平らな鍋を選択。正解は？正解は平らな。おめでとう！イエーイ！なります。いや、本当に嬉しい。マジで？なんで？理由を。理由は火をつけて、はい、見ていただいて同じ火力なんですけど平らな方が当たる面積が多いので熱の効率が良くなります。例えば丸い方が包み込むからそっちの方がみたいなのないんですか？はい、鍋からはみ出してる炎というのは、うん、全くお鍋に伝わってない無駄な火に、効率がぐっと下がるようになります。底の面積が小さい丸い鍋は無駄な火が出てしまう。鍋底に合わせて火力を強火から中火にするだけで年間およそ2200円節ガスになるという。極端なこと言うと、じゃあもうその鍋に合わせて火を小さくした方がいいってことですね。はみ出さないようにしていただく方が節ガス。はあ。それでは問題です。ゆで卵の節ガス調理法は何でしょう？どんな方法でゆで卵を作れば節ガスになる？普通にゆで卵を作ろうと思ったらお湯沸かして、そう、卵入れて何分か待つとかね。俺分かった、これはもう完全に分かりました。ほんまに卵を冷蔵庫から出して常温に戻してから茹でる。冷たいままやと火をいっぱい使わないとダメだから。一方藤本チームは、普通は沸騰してから卵を入れるけど水のまま卵を入れて温める。なんで？水の段階で入れても卵がどん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 もう調理できていくと思うので少しでも調理時間を短くするため。果たして正解は？正解は、余熱を使って調理をするということなのでお水から卵を入れるというので藤本さん正解です。でも梶さんチームも冷蔵庫から出して常温に戻してっていうのも OK です。はい、これも OK？ OK だと思います。それでは節ガスゆで卵調理法を実践。常温の水に卵を入れたら火にかけ、はい、で沸騰したらもうすぐ火を切っていただいて、沸騰したら火を切りあとは放置するだけ。では先ほど余熱20分で作ったゆで卵ができてますので殻をエイト君にじゃあ剥いてもらおうと思います。いけいけ。できてるかな？完成してるかな？ドキドキですね。半熟具合でグリッと。おー！いけた！あー！いけた！美味しそう！しっかり固まってる。あ、いいやん。余熱でしっかりと固まっていた。続いては鍋を火にかけるとき、あなたは水滴を拭いてからコンロに置いている？こちら、はい、洗った後に水滴がたくさんついているお鍋、これを拭いたら節ガスになると思いますか？節ガスにならないと思う。ならない。どうして？なんで？なんか火とかでお水もぬくくなってしまう。ぬくくなるから意味ない。わかる、俺もそんな気がする。家事チームは水滴を拭いても変わらない、藤本チームは水滴を拭くと節ガスになると回答。正解は？拭いた方と拭いてないびちゃびちゃのままの鍋、はい、火にかけていきます。はい、せーので。同時に火にかけると、わあ、こっち湯気出てきた。わ、全然違う。水滴がついた鍋は何も変化がないが、同じ時間で拭いた鍋は沸騰が始まった。その差はおよそ20秒ということで、正解は水分は拭いておいた方が節ガスになります。水分を
乾かすのにまずガスを使うので、その後にお湯を沸かすガスをさらに使うようになるので、水分がない方がすぐにお湯が沸くので、ちょっとしたことですけど、うん、そういうのでだいぶ変わるんですね。もう少しのことですけど、時間が変わったり、うん、はい、ガスも変わってきます。続いてはガスの使用量の大きな部分を占めるお風呂から出題。先にお風呂に入った人が何をすると節ガスになるでしょう。家族で順番にお風呂に入るとき何をすれば節ガスになる。例えば先に入った人入って出て次の人が入るまでに冷めたらもう一回入れるじゃないですか、うんうん、それをなくす何か。あ、わかった。こう、お、これを、うん、ここに並べて、上がる前に蓋を閉めておいて、お湯に蓋をする。コウノスケくん大正解です。よし。なんかお母さんが毎日上がる前に蓋をやりなさいみたいな言われるから。あ、いつも言われるんだ。次の人が入るまで蓋をして温度を保つことで、追い炊きの回数を減らすことができ、節ガス。実際、追い炊きは大きくガス料金に関わってくるそうで、1日2回追い炊きをしているお家が蓋をしたり工夫をすることで、追い炊きを1回にしていただくと年間で1万3000円すごい。きちんと保温し、追い炊きを1日2回から1回に減らすだけで年間およそ1万3000円の節ガス。ということで、節ガスクイズ対決は3対2で藤本チームの勝利。節ガスに関していろいろ教えてもらいましたが、どうでしたか？これから寒くなったら余計にね、なんかそのお風呂とかで、やってなかったらどんどん無駄なガスっていうのを使うことが多分多くなってくるから、な、1個と言わずも全部実践してもらえたら、年間通したらすごいね、家計には優しくなるから、やっていただきたいし、僕もやりたいなと思いました。もう取り組めそうなのもあったから、しっかり取り組んで、あとは家族、おばあちゃんおじいちゃんにも伝えたいです。家計にも地球にも優しい結果となる節ガス。ほんの少しの心がけで未来は変わっていく。